族博物館、およそ300ここにね行ってみたいと思います。はい、これリトルワールド、まさかの大人気の施設なのか、大渋滞です。はい、リトルワールド敷地内一応入りましたが、僕はどこに止めていいんだろうっていう状態。およそ300m 先左方向です。そんな状態。これね、リトルワールド来られる方、土日とかはね早めに来られた方がいいと思います。これやばいよマジで。はい、大型駐車場は上になるみたいです。ラッキーです。あ、ここでいいのかな。はい、ここですね。もう入り口目の前、ここでしょ、大型駐車場。ラッキー。チケットめちゃくちゃ並んでるけど、 QR コード読み込んでウェブでね登録かけてクレジット決済すると並ばず購入できます。ホームページから行けるんでね、祝日とか来られる方はそれで購入した方が時短になります。で、こう建物目の前にこんな感じで止めさせていただいてます。大型料金はね1500円で、普通自動車は1000円なんで、500円しか変わらずね、こうやって前で止めさせていただけるのはとてもありがたいです。右と2つつけた方がいいかもしれない。ここも乗る。全く安定感のない散歩だね。ジュアン、ここぞとばかりに甘える。いつもね我慢してんだもんねお兄ちゃんね。おしっこした。石垣島の家だって。じゃん。よいしょ。涼しい。すごいね、アイヌの家。アイヌだって、アイヌ。石垣に比べてアイヌ。クマでか。はい、次は台湾です。キョンシーとかいるかな。キョンシーとかね。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。キョンシーでしょ。ほらほら、北アメリカインディアンだって。テント、もうインディアン。重いのか歩く。で、飲食店系が全部犬いると入れない。じゃあ入り口の売店とこで待ってるね。ちーちゃん、ちーちゃんバス乗る。よし行こう。ここでやっと中間地点、イタリア。結局一人。あ、見えた。いる。アフリカ。この犬だね。ネパール。島ではめんどくせえな、行くの疲れた。ほら快適だね。
快適だ。乗ってたよママ。乗ってたよママ。砂しめ団子かな。うん。うま。歩くわ。うん。やひめ団子美味しかった。ほら、和食ですね。はい、リトルワールド戻ってまいりました。一応ね、ワンちゃん連れで敷地内入れるけど、ワンちゃんがいることによって世界のいろいろな家々が並んでるんですけど、まず中入れない、飲食店も入れないんで、まあ、出入りは自由だと思うから、ワンちゃん連れはまあパッて出てバーって散歩させるなり何なのかして、ご飯とか中をゆっくり見たいときはもう車内に置いていくしかないなと。まあ、いろんな国々の文化を触れ合える場所となってるんではないかなと思います。じゃあね、これからね、アルミパークもう14時なんで行きたいと思います。まあ、なぜね、3回目かな、直近でいうと愛知瀬戸店オンズキャンパーここかっていうと、まあ単純にここよりいい施設がないからです。はい。でやっぱりおすすめな点はお風呂があるのと、やっぱもうブラックタンクが結構いっぱいになりつつあるんで、ダンプが処理できる、ブラックタンクの処理ができるっていう、まあ、シンクもあってっていうので、総合的に見ると、まあこの辺でね、愛知県とか旅する時はまあここがベストじゃないかなって思います、目的には。まあね、施設紹介は他の動画で公開してますんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、で周りにね、コンビニが近くにあるのと道の駅があるっていう感じになってるんで、食材とか、そんなに、まあ、スーパーもね、ありますから、近くに困らないのかなと思います。で焚き火も確かできて、調理もできて、椅子テーブルも出せて、サイドリングも出せるという感じになってるんでね、まだ行ったことない方はね、ぜひね、行ってみてください。はい、どうも。日が暮れました。日暮れるとね、ちょっと寒いね。日中ね、日中っていうかまあ3時くらい、外気温19度だけど、車内はねもうクソ暑くてエアコン炊きました。で昨日ね、湯の花市場で購入した豚ねぎまをこちらの岩谷さんでやっていきたいなと思います。北海道ではこのね、豚串を焼き鳥って言うんですよ、なぜか。ばかりだね、待つばかりの状態にしましょう。よいしょ。はい、どうでしょう、いいじゃないですか。わお、うん、ありがとう。じゃあ実食していきたいと思います。うん、やっぱ豚串だね、うまっ。うん、まっ、俺。はい、今8時5分ですね、朝。おはようございます。ちょっとね、寝坊しました。まあ散歩してね、向かっていきたいなと思います。天気は最高。今はね、8時48分なんですが、距離的に、ね、4
40キロくらいかな、からおよそ2キロ先、レゴランド寄って帰りたいなと思いまして、事前にねウェブからチケットを取ると、まあ本ネタも並ばず入れるし、割引も効くと。で、なんか行ったことないんでわかんないんですけど、隣接する施設とセットの、チケットもあったので、一応それを購入してきました。で、両方とも行く予定にはいるんですけど、最初にねレゴランドの方行って楽しすぎると行かない可能性もあるし、おそらくラストまではね入れないんで、帰りがありますから、まあ、時間の関係でその辺は寄ってくのかなと思います。はい、今インター降りるとこですが渋滞中でございます。で、もう左手にねこの見えるのがレゴランドで、隣が多分水族館で、立体駐車場だけど、まあ、この車は多分難しいと思うので、まあ、駐車場がどこに案内されるのかっていうところが問題ですね。 USJ の時はめっちゃ遠かったっていう感じなんで、まあね、どこに止めれるのか確認しながら止めていきたいと思います。はい、大型車専用駐車場、レゴランドね専用駐車場がないんで、このタイムスの大型駐車場入っていきたいと思います。大型車24時間で3960円、ちょっと高い。右方向までしょうがない。よし、行きましょう。よいしょ、あっちにね止めて、こう歩いて歩道橋歩いてきてます。もうちょっとだね。ほらレゴだよ、レゴ。はい、ほらほら、あとこれバカのあれが分かったわ。知ってる？本当に頑張れ頑張れ、うん、いいよ、降りて、はい、左側乗るよ。左メルちゃん、サンゴがネゴネゴ、お魚いるよ、お魚、ほら、はい、お魚が使えるよ。おー、サメサメ、こういう方が面白いのかな。ね、バイク。ほら、片足が義足になってる。こんにちは。影の方が大きいね。おいしい？タイムおいしい？よかったね、仕掛けあって。はい、かわいい。はい、かわいい。かわいい。はい、チーズ。あのな。で、次ね、この目の前のシーナイフセットのね、チケット買ったんで行ってみましょう。
ってきました。まあ、レゴでシルバニアファミリーを買うの。レゴランド良かったんじゃないでしょうか。で、ファストパス的なね、スキップパス、無制限だと9000円、3回だと1人4000円、まあ、どこもね1時間以上並ぶんで、チケット代とは別にね1人4000円くらいかかっちゃうけど、まあ揃えた方がいいんじゃないかなって思いました。ベビーカー持ってがきついかな、うちは、うん、ベビーカーはね朝でもうすぐ貸し出して全部ないですっていう状況からね、うん、争奪戦だね多分。車椅子ならありますけど、最後まで皆さんお知らせありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではね、次の動画で会いましょう。バイバイ、みんなバイバイ。はい、こんにちは、おはようございます。おはようございます。こんばんは。こんばんは。いつ見ても安心安全なめかじチャンネルです。どうも、こうすけです。今回はですね、オフ会というよりはキャンプをやっていこうと、はい、梅雨の前の5月に、いいっすね、はい、ビアゲンビレッジでいいんですか、はい、やっちゃおうかな。ありがとうございます。で、今回はね、オフ会でもないんで、まあ、流れ参加の、はい、流れ解散で、ワイヤー、ワイワイ、はい、騒いでいけたらなと思っております。で、参加したい方はね、ビアゲンビレッジのね、ホームページの方から、予約していただいて、LINE公式、はい、まあ、RV パークでもいいし、そうですね、キャンプ場でもいいし、はい、キャンプ場で泊まられる方は、大人1人6000円、はい、お子さんが小学生が2000円、はい、でアロミパークは5000円、1台になっておりますんで、はい、ぜひね、皆さん来たことない方、来たことある方も一緒にキャンプしませんかと、はい、今のところ僕一組だけなんで、ソロキャンになっちゃう危機ではありますが、そうですね、ぜひね、僕いますからでも、じゃあもう差しで、はい、よろしくお願いします。僕もね、個人的に声かける方も最悪、最悪って言わない、ね、いつものね、畠山さん来てよって、誰も来ないから来てよってなるかもしれないんで、はい、ぜひね、皆さん参加してキャンプ一緒にしましょう。よろしくお願いします。お願いします、はい、それではね、当日お会いしましょう。じゃあ ね、バイバイ。